ホタルジャコカは、鈴木木スズキアにクに所属する魚類の分類群の一つ。ホタルジャコはカムツなど、やや深い海で生活する種を中心に7属31種が含まれる。ホタルジャコカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海に広く分布する。ほとんどの種は、水深100メートル以上のやや深い海に生息し、 いわゆる深海魚に該当するものも多い。日本の近海からは五族14種が報告されている。本家魚類の生態についてはあまりよくわかっておらず、大陸方や大陸斜面の海底付近で生活するもの、外洋の中層に進出するものまで様々。赤靴など一部の種が食用として利用される。左右に平たく側平たした、いわゆる体型の体型を持つ。最大種では、 全長4 0トルに達するが、多くは十数センチメートルほどの小型魚類である。ホタルジャコ族のうち三種は腹部に発光器を持ち、肛門は腹器の規定近くに位置する。このように著しく前方寄りの肛門は、鈴木目では他に、裸の一種及び、天竺大化の一種しか知られていない。背びれは二つあり、七から十本の棘状からなる前半部と、 0から1棘8から10難状の後半部に分かれる。尻びれは2から3棘7から9難状。側線はよく発達し、災害骨に2本の丸みを帯びた棘を持つ。エラ上骨は7本、椎骨は25個。ホタルジャコカニは、ネルソンの体系において7属31種が認められている。かつて暫定的に本家に含められていた、石垣族と、変わり花イ族は、 現在ではそれぞれ独立の石なぎか、変わり花大河を構成するようになっている。同様に本家に置かれていた、クシスミクユオ属ウラは、ペルキクティスカに移された後、独立のクシスミクユオカとして扱われている。ノコバスミクユオシネグラップススプノーザス。本族のシリビレトゲ状は日本であることが多いバケムツ、ニアースコミューロップスパシフカス。赤ムツ族と近縁で、 体色や鱗の形状で鑑別されるホタルジャコアクリポマジャポーニカムインド太平洋の水深100の500メートルに生息し腹部に発光器を持つありがとうございます